高松市の仏生山大名行列は、町おこしや人とのつながりを作ることを目的に、高松市などが主催し、毎年秋に行われているものです。地元の仏生山小学校の6年生が甲冑隊として登場。また、うどん県副知事で女優の木之内晃子さんが殿様役として参加しました。大名行列は高松藩の初代藩主松平頼重が菩提寺の法然寺を参拝する時の行列を再現しています。全国から抽選で集まったおよそ100人が行列に参加し、およそ2キロを歩きました。また道中、殿様を狙う悪党が襲いかかる場面では、迫力ある演舞で訪れた人たちを楽しませていました。天気もいいし、見たことなかったから見たいなと思って。木之内さんはものすごく綺麗で、愛想が良くて素晴らしいです。大山さんが力持ちですごかった。昔ってなんか楽しそうな服ばっかだなって。来年も着てみたい。